もうお帰り。私今課題。何？夜ご飯？夜ご飯ならさっき作ったから台所に置いてあるよ。一人で勝手に食べて。何？いや、あなた帰ってくるのいつも遅いし、そりゃ一人で食べるでしょ。っていうか、夜ご飯あるって、そんなの台所見ればわかるでしょ。そこに鍋置いてあるし、あなたいつも残業で遅いから。今度から私にいちいち聞いてこないで。何その顔。いや、別に冷たいとかそういうんじゃないし。っていうか、私もともとこういう性格だし、今さら私のこの性格に。なんか文句でもあるっていうの？よく言うよ。私のこういうところも含めて好きになったと思ってた。っていうか、私たちってさ、合わないよね。最近、なんか残業で遅いみたいだし。なんていうか、お互いの距離が離れてるっていうか。まあ私は別に気にしないけど、どうせただ一緒に住む同居人だし、家賃代だって浮くし、あなたが遅くに帰ってこようが私には関係ないし。何？そんな風に思ってたって。そうよ。一人で考えることだってあるし、あなたの帰りが遅いから。一人の時間も多くあるし、結構ずっと考えてたんだよね。私たちって何のために付き合ったんだろうって。なんか、いろいろ考えてたらさ、よくわからなくなっちゃった。あなたのこと好きかもわからない。っていうかさ、私にそういうことばっか言うけど、あなただって最近、私なんかどうでもいいんじゃないかなって。私は、あなたがどうなろうか気にしてないし、
あなたがいなかったら他の男探すだけだし、まあ、家賃代が浮くから、まあ、あなたがいた方が楽だなって思ってるだけ。別れる？今別れようって言った？やっぱり私のことそんなに好きじゃなかったんだ。うすうす気づいてたよ。帰りだって遅いし、前まではもっとたくさん甘えてきてくれたのにさ、最近は私に全然構ってくれないし、もう私のこと嫌いなんだなって思ったよ。でもまだ好きでいてくれてるって思ってた自分がバカみたい。家賃代、家賃代は、だからそれはそんなこと思ってるわけないじゃん。最近あなたが帰ってくるの遅いし、前までは二人きりで一緒にいる時間が長くあったから、たくさん二人の時間を楽しめたのに、最近全然会えないから寂しくてついつい言っただけで、本当はそんなこと思ってないよ。そんなのどうして分かってくれないの？私とこれだけ長くいたのに。そんなこと思ってるわけないじゃん。思ってないよ。いつも今日は寒いから鍋作ろうとか、最近疲れてたからなるべくお肉食べさせてあげようとか、いろいろ考えながら夕飯作ってたのに、夕飯作っても全然家に帰ってこないし、一人で食べてて寂しくて、でもその気持ちをどうやってあなたに言えばいいかわからないし、いろいろ考えてたら、本当は、寂しくて寂しくて寂しくて、それだけ。本当に別れるの？本当に私と別れたいって思ってる？もう私のこと嫌いになっちゃった？やだやだやだ、別れたくない、別れない。だってだから私はまだ好きなの。好きなの、あなたのこと。やだ、別れない。
なたが仕事で遅くても私我慢するから、もうわがままも言わないから、やだ。え？嘘？嘘ってどういうこと？わざとやったの？わざと別れようって言ったの？ねえ、ひどいよ。ひどい。もう私に二度と別れようなんて言わないで。もう私のこといじめないで。もう話さない。今日は牛して寝る。あと私に意地悪したから一週間口聞かないから、もう知らない。